実は私、河野太郎デジタル大臣に名誉毀損で訴えられております。っていうのはですね、河野太郎デジタル大臣の一族が経営する日本端子という会社が中国に3つも子会社を受けているもんですから、あ、中国共産党の言いなりなんだな。中国においては中国共産党の言いなりでないと会社経営なんかできません。なんとなく気に入らないとなったらば反スパイ法で逮捕されるところであります。ですので、そこで子会社を3つも北京、香港、蘇州でやれている日本端子、これは河野一族の持ち物で、上場しておりませんで、株主がなんと10人しかいない。筆頭株主は河野太郎デジタル大臣の父親河野洋平であります。その次が河野太郎デジタル大臣の弟河野二郎、この方は日本端子の社長もやっております。日本端子というのはこのように河野一族の持ち物の会社なんですけれども、ここが中国で3つも会社やれてるもんですから、河野一族は中国共産党の犬であるとブログに書いたら河野太郎に名誉毀損で訴えられました。このことに関してですね、2チャンネルにスレッド立っておりまして、皆さんがいろんな意見、もらえてるんでちょっとご紹介します。これは世論ですね、聞いてるってこと。これは事実陳列罪案件、とことんリーダーに向かないタイプだな。本当のことを言われると怒るよね。事実でも名誉毀損は成立する。今更犬でもいいだろうと、皆さん河野太郎デジタル大臣に対して散々な言いようでありました。確かにですね、中国共産党の犬に対して中国共産党の犬って言っても名誉毀損は成立するんですけども、それは一般人の場合であります。税金で給料をもらってる河野太郎デジタル大臣には、あの、事実を指摘しても名誉毀損にはなりませんけど、一般人の私が河野太郎に訴えられてるなんて皆さんご存じないですよね。全く。テレビも新聞も現役大臣で総理候補の河野太郎が一般人を訴えてるってことを、こんな大ニュースを一つも報道しないからであります。このことがですね、なおさら河野太郎は中国共産党の犬っていう真実性を強めております。日中記者協定というのがありまして、中国共産党に都合の悪い報道をしないならば中国に支部を置かせてやる。産経新聞以外のメディア、テレビ、新聞はいいダクダクとこれに従って、分かりました、中国共産党の都合悪いことは報道しません、だから支部を置かせてください、と言って屈しております。つまり産経新聞以外の日本のマスメディアは全部中国共産党の犬であります。中国共産党の犬と私が書いたら訴えてきた河野太郎デジタル大臣、これの仲間ってことですよね。産経以外の全てのメディアは、テレビ、新聞、河野太郎ともに同じ中国共産党の犬仲間なのでありますから、この件を全然報道しないことがますます中共の犬じゃないか、こういうことになるわけであります。裁判の日にち、第1回の日にちまだ決まっておりませんけれども、裁判官が3人になりました。最初は1人だったんですけれども、河野太郎デジタル大臣が一般人を訴えたということで裁判所の方も慌てたんでしょうか。裁判官を3人にするというデラックス裁判に変更になりました。こんなことが起きているんですけれども、皆さんご存じないですよね。テレビ、新聞で少しも報道しませんから。